行くよ。
Hey!
Thank you.
Nice. Thank you.
Empezó.
Thank you.
Sí.座ってて。 はい、どうぞ。ホローエリアの攻略はどう？進んでる？
いらっしゃい。
よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。うん、わかった。頼むな。よろしく。それではボスの攻略に向かいましょう。
キリト、このると節目って感じがするわね。え？地震か？びっくりした。ファインクラッドで地震なんて初めてじゃない？確かに記憶にはねえな。昔の MMO じゃ地殻変動イベントとかあったけどな。こういうイベントをきっかけにして新しいマップが開放されたりしたんだよ。そうなんだ。ちょっと期待しちまうな。ただまあ底意地の悪い改変じゃなきゃいいが。にしても結局ログアウトできねえままここまで来ちまったな。今のペースから考えたら百層到達もそんなに遠くはないんじゃないかな。初めの頃に比べるとすごくハイペースだよね。そりゃこんだけ攻略をこなしてりゃ要領も良くなってくるってもんだよ。これで全員揃ったかな。じゃあそろそろ80層到達パーティーを始めたいと思います。思い起こせば2年前俺はこのゲームで一流のプレイヤーになろうと。あんたの話なんかどうでもいいからさっさと乾杯しなさいよ。ひってー、まだ話の触りも語ってないってのによ。まあいいか。それじゃあみんな乾杯。乾杯。よっキリト、80層到達おめでとうさん。お前と会ってから2年、今もこうして一緒にいられるなんて感慨深いじゃねえかな。あこれからもよろしく頼むぜ相棒。残り20層もさっさとクリアしちまおうぜ。ケリト、楽しんでる？おりゃ、一流シェフのアスナ様が直々に作っている料理だもん。美味しいに決まってるわ。こんなうまいもんをお前は毎日食えてんのか、この幸せ者。食えるだけでも幸せだってろ。くそ、今日ぐらいは俺が全部平らげてやる。何やってんだか。おいキリト、こっちの料理も食べてみてくれないか。
うまいもんを用意したぜ。期待してくれていいぞ。まあこの世界に存在する素材で作ったものだからな。ピザの味が再現できているかは各自の判断に任せる。でもアスナにも手伝ってもらったから美味しさにおいては間違いないだろう。おっと待ってくれ。実はな、余興も含めて一つ趣向を凝らしてみた。この中の一切れに激辛が混ぜてある。味見はしてないからどの程度の辛さかは分からんが、ま、県内だからな、死ぬことはねえだろ。楽しそうじゃねえか。誰が激辛ピザを食べちまうかやってみようぜ。どれだけ辛いんだろう。ちょっと怖いかも。作るところ見てたけど半端ない量の辛味パウダーをまぶしてたわよ。なんで止めなかったのよ。すごく楽しそうだったから。運試しと思えばいいのよ。むしろ当たればラッキーくらいの気持ちでね。ラッキーか。それならよ、激辛を食べたやつは誰でも好きなやつに好きなことを命令していいとかどうだ。あんたいつもそういう遊びばっか考えてそうね。おいおい、別にやましいことを考えてるわけじゃねえぜ。誤解すんなよ。おいしいもん作ってもらうとか、レアアイテム探しを手伝ってもらうとか、いろいろあんだろう。一緒に買い物に付き合ってもらうとかも。そうか、そういうのもありか。8ピースだから確率は8分の1ね。参加する人は誰ですか。当然俺は参加だな。私も。